私はちょっと悔しい思い出なんですけど、さあそれではこちらに戻ってきていただきまして、今度は周りの展示車両について簡単にご紹介してまいりましょう、はい、今回は右奥からご紹介してまいります。まずこちらはですね、信頼のオートバックスグループだからこそできる安心安全のチューニングをテーマにスーパーオートバックスで製作いたしました展示車両となっております。一番右奥からです。スーパーオートバックスサンシャイン神戸からスマートに速いをテーマにライトチューニング、日産380Z です。この車の肝となるのは鈴鹿サーキットでセッティングを見つめました車庫帳、そして LSD です。また駅間にマフラーなどでパワーアップをさせないでくださいね。続きまして手前です。スーパーオートバックス名古屋ベイからはスバル WRX STI、 ストリートでの満足感、車両の素性の良さを生かした1台となっています。ストリートでの満足感をコンセプトに、いや、エアコン、ナビゲーションなどの快適走行人として有名な木下光弘選手なんです。軽量化は一切なし、車内の質感を保持したままサーキット走行も十分に楽しむことができる扱いやすさと速さを実現すべく、サーキットで何回もセッティングを実施し、そして